インスタグラムで20万保存されてるお団子アレンジになります。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はインスタグラムでなんと20万保存されてるお団子アレンジになります。なんでこんなに保存されてるかなと思うんですけど、まあちょっと作り方も斬新ですし、なおかつね、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱお団子が結構綺麗にまとまって、この辺の部分とかもゴム隠しも綺麗になって、まあバランスよく誰でも決まるよっていうので、まあ人気みたいです。なのでその部分をね、今日はね、しっかりと解説しながらやっていきたいと思いますので、まあお団子アレンジよくされる方、よかったら参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。では始めていきます。まず使うのがこういったヘアゴムとシリコンゴム、この2種類を使っていきます。で分け取っていくんですけど、だいたい右と左に分けるんですけど、左側はこの三つ襟、この襟足のここら辺ですね、だいたいでいいので分け取って、ちょっと分かりやすいようにダッカールで留めておきますね。で残りのこっち側の髪の毛、右側の髪の毛を全体的に後ろにまとめていきます。まとめる位置は耳から少し下あたりぐらいゴムで結んでいきます。でなるべくね真ん中の位置で結んで、こんな感じで綺麗にお団子状にしておきます。でこちら側の髪の毛を後ろに持ってきます。でこのゴムの部分に1回転させて、ゴムをこんな感じで隠します。でこの毛先の部分と一番最初にお団子にした毛先の部分を合わせて、下の部分でゴムで結んでいきます。で結んだ時になるべく、ここもそうなんですけど、ちょっとお団子状になるように結ぶようにしてください。でお団子状にしたらちょっと分かりづらいんですけど、ここの下の部分ですね、ここに少しだけこう空洞を開けていって、このお団子にした部分を中に入れていきます。結構ねこう優しく押し込んでいったら入ってくれるので、中にグイッと入れます。今入った状態です。で元に戻してバランスを整えていったら、こんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。まあポイントとしては、まあ多分毛先の部分の処理ですね。この巻きつけた毛先と一番最初のお団子の毛先を合わせて、ちっちゃいお団子を作ってこの中に入れていく。そうすることによってね、毛先も綺麗に収まりますし、バランスも綺麗に良くなるかなと思います。で、内側の部分にね、ちょっと空洞を開けて、このお団子部分を押し込んでいくっていう形になるんですけれども、少しね、こう自分で開きながら中に入れていくと、案外綺麗に簡単に入ってくるかなと思いますので、一番最初はねちょっと練習は必要なのかもしれないですけど、やっていくうちにね形も綺麗になってくるかなと思いますので、よかったら皆さん参考になさってやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。